お前らイノシシをいじめるんじゃねえよ。よし。はい、皆さんお疲れ様です。高一です。今日もですね、ニーヤレプリカントの続きですね。あれ、もしかしてこれ俺たち襲われたりする？そんなことはないな。オッケーオッケー、よし。で、今張り切って神話の森に向かってきました。ここはね、結構朗読会になる確率が高めだから、まあ皆さん私のあの饒舌ぶりを楽しんでいただければと思います。話変わってんのかな、これ。最悪話変わってなかったら、ちょっと飛ばしちゃうかもしれませんね。ああ、あなた方ですか。え？最近変わったこと？いや、今思ったんだけどさ、この村長さん話すとき、前後ろへすげえグワングワン揺れるよね。酔っ払ってんのかな？神の木から変な気配がするんです。同じやつやっても面白くないもんね。おお、これね。あれ？なんかちょっと違う気がするんだが、いかがなものか。こういう手合いが多いのか、最近は。白も言えた義理じゃないよ。我はこのような言葉で苔脅しをするような。待て、続きがあるようだ。全ての記憶を司る黒木さん。あれ、こんなにはっきり喋ってなかったよな、多分。何時の望みし言葉を詰めた。望んだことを教えてくれるってことか。それはありがたいけど。黒、何もかも塗りつぶしたような漆黒。そこに言葉が散らばっている。優しい言葉、難しい言葉、甘い言葉、キラキラと光る宝石のように広がっている。残された言葉はあまりなかった。残された時間はもっと足りなかった。木は言葉をかき集めながら必死で空を見上げる。こんなはずじゃなかったのに、こんな予定はなかったのに。出せない声で木はつぶやいた。昔、木は世界のすべてを記憶していた。そのために生まれたから。日光の喜びに震えるように人々の記憶を集めることに喜びを感じていた。そう思うように感受性をデザインされていた。木は長く伸びた枝の先、その葉から記憶を回収していた。記憶の葉は世界を覆い尽くすほど巨大な網だった。葉脈には言葉が砕かれた光の粒となって現れ、うまなく枝分かれした血管を通りながら記憶プールに流れ込む仕組みになっている。言葉はやがて軍隊となり、光の渦が球状の星になっていった。巨大な星は木にとって我が子と同じだった。例えばこんな記憶。病に倒れた子がいる。小さな小さな男の子。その腕は風が吹いただけで折れてしまいそうなほどに痩せ衰え、肌は洗いたてのシーツよりも白かった。医者たちはサジを投げ、両親は泣き惑うばかり。男の子は世界を諦めていた。倦怠感にも似た憎悪が心の底にはどっぷりと溜まっていた。何度かその黒いモヤモヤを吐き出してみようと思ったが、泣き暴れてもそのモヤモヤは消えることはなかった。医者も両親も恨んではいなかった。優しかった。というより、体の痛みがひどすぎて他人への感情を持つことができなかったからだが。男の子には好きな子がいた。あ、飛ばしちゃった。ごめんなさい。自分にはない眩しさに身が焼けるような気持ちになる。だが男の子は女の子の顔を見ることができない。女の子に出会える喜びよりも、自らの醜さを呪う感情で男の子の心はいっぱいになっていた。
やがて女の子が来なくなる日が来るだろう。毎日毎日その時が来るのを恐れながら暮らしていた。彼女とまともな会話一つすることないまま、女の子はやがて来なくなった。男の子は一人で死んだ。木は記憶をすくい上げ、そっとしまい込む。ぶら下げるタグには羨望と書いておいた。例えばこんな記憶。その女は戦士だった。赤い目のなんだかよくわからない敵と戦っていた。必死で切りつけると塩の柱になって死んでいった。塩の煙の向こうで新たな敵が立ち上がってくる。女は頭のいい方ではなかった。ただ目の前に出てくる敵をひたすら叩きつくす仕事は楽しかった。女には娘がいたような記憶がある。いや、そう思っているだけなのかもしれない。子供がいたという夢を見ていただけなのかもしれない。薬でぼやけた頭の片隅でそんなことを考えている。戦友は敵と戦ったり逃げたり食われたりしていた。23人の仲間は今では半分にまで減っていた。女の体が揺れている。最初はなんで揺れているのかわからなかった。それが恐ろしく低い低音であることに気づいた時には、辺り一帯が真っ暗になっていた。見上げた女の目に映ったのは、空一面に広がる巨大な敵だった。女はいつの間にか笑っていた。血と泥の中で娘がいたはずの町が吹き飛ばされるその瞬間まで大声で笑っていた。その記憶は喪失というタグで大切に保管してある。他にもこんな話がある。空から落ちてきた赤い竜が、あ、いや、この話はもうなくなってしまったっけ。お気に入りだったのに。ラベリングされた記憶が減っていることに気づいたのは、木が生まれて数百年経った時だった。数え切れないほどプールされていた記憶がいつの間にか減っている。記憶が減っても木は寂しいとは思わなかった。そう感じるように命令を受けてはいない。ただ何かが欠けたような気持ちにはなった。あのたくさんあった記憶はどこへ消えたんだろう。枝葉をいくら伸ばしてもなぜか新しい記憶も入ってくることはなくなっていた。昔は並々と乱されていたプールも、今ではすっかり集めた記憶が抜け落ちて真っ黒な部屋になり変わる。記憶が減っても木は寂しいとは思わなかった。そう感じるように命令を受けていない。ただ何かが欠けたような気持ちにはなった。あのたくさんあった記憶はどこに消えたのだろう。枝葉をいくら伸ばしてもなぜか新しい記憶も入ってくる様子はなくなっていた。昔は並々と満たされていたプールも、今ではすっかり集めた記憶が抜け落ちて真っ黒な部屋に変わり果てている。木はやることがなかった。毎日床に転がる記憶の残りを見て回るくらいだった。だからその男たちが部屋に入ってきた時は嬉しく感じたくらいだ。なんだか陰気臭い部屋だな。入った部屋には何もなかった。ただ床には水晶のような宝石が少しだけ散らばっているだけだった。それを覗き込むと以前に見たことがある風景が広がっていた。それは神話の森の村人が夢に囚われていた場所だった。木はその様子を見ていた。申し訳ない。今はそれだけしか残っていないんだよ。そんなことを考えているうちに、体の奥底から突然声が聞こえた。その声は男たちに、聞け
と伝えてきた。それは絶対だった。不意に男たちに聞かなくてはと思った。聞かなくては。おい見ろ。床から黒い影の塊が現れた。その表面の模様は魔物のそれと瓜二つだった。魔物の手にはいくつも宝石が握られていた。いや、手だけではなく口にもぎっしりと宝石が詰まっている。宝石にはいくつもの景色が浮かんでは消えている。下品なおもちゃのようだった。こやつ、まあこやつ記憶を食う魔物のようだな。こいつらが？木は手を伸ばす。触れるために。戸惑うことなく魔物に刃を叩きつける。刃が腹を切り開く。腹から記憶の宝石が散らばる。ああ、あれは断罪の記憶か。木は思う。これでいい。口を開けて言葉を形作ろうとしたが声が出ない。無理もない。なんせ何年ぶりに他人と喋るのだ。いそいそと声帯を作り話しかける。な、なんじら。に問う。宝石を吐き出す。もう一度。なんじらに問う。よし。失われた羨望の色は何色だったのか。これ問題変わってるよね。確かね、この一番上、もう読み方忘れちゃったけどさ。あ、違うのかよ。取り逃がしたようだな。またあの地だらけの世界に行くのか。骨が折れるな。まっことその通りでござるな。じゃあもう一回ちょっと行ってきます。よし、今度大丈夫だぞ。間違いなく群青色、これで正解だ。よしよし。言葉、魔物に知性や感情があるのか。どうだっていい。剣が右腕を叩き落とす。魔物は残された腕を伸ばした。触らなくては。彼に触らなくては。その指が触れた瞬間、木の指先に熱いものを感じた。指に、腕に、肩に、首に、そして全身に熱い何かが巡る。それは感情だった。劇的な情動のもたらす閃光に木は絶叫した。声帯を使うことも忘れ、音のない叫び声を上げ続ける。たった一人で千年、木は壊れそうになっていた。木には感情が生まれてしまっていた。木だろうが何だろうが、千年も孤独に閉ざされれば魂の一つくらいは生まれる。今までは気づかなかっただけだ。ただ心の扉に頑丈な鍵をかけられていただけだ。男は鍵だった。ここでこうやって解き放たれていることは約束されていたことだった。暗い痛みの裏側で木は悟った。切られた腹が焼けるように痛み出す。だがまだだ。何時らに問う。赤い目と戦いし、女の喪失の数は63人の仲間。くだらない切れ事ばかりうるさい。これ以上ごちゃごちゃ抜かす前に叩き切ってやる。切り裂かれた腹から何かがはみ出している。あの鍵屋を奪えと叫んでいる。ああそうだ、これは鍵だ。青年の剣の動きは遅くなっている。周囲は時間伸長が発生し始めていた。急がなくては。次の言葉を聞かなくては。溢れ出す言葉は意味を認識することが困難になりつつあった。記憶のプールが割れ始めて、無限の黒が壁面に侵食を始めて、まずいぞ、この世界が崩壊する。地だらけの世界で崩壊もクソもあるか。
何時、世界、一番大切なもの、それはヨナだ。ヨナだろ。光が満たされていく。すべての記憶が消えた。木はその境界を失いつつあった。文字はゆっくりと消えていき、現実世界へと引き戻されていく。すべてを終えた木はとても満足そうだった。戻ってきた。危うく飲まれるとこだったわ。しかし魔物が思考するというのは初めて知ったな。どうでもいいさ。奴らが何を考えていようと、こんな面倒はもうごめんだ。あの木を倒したことでもう文字の世界に埋もれることもあるまい。なるほどね。じゃあ3回目はないってことでいいのかな。時間が巻き戻りでもせぬ限りはな。ありそうだね。じゃあよし、オッケー、手に入れたぞ。これでじゃあ、間違えて入れちゃった。これでじゃあ、オッケーだな、ここも。あれ、話変わってたのかな？変わってないのかな？ちょっと、よくわかん、あれ？どっちにしようか。じゃあ、手紙が来てないかチェックしに行くか。ロボット山の弟から手紙が来ていないか、確認しに戻ろう。多分手紙の内容も変わってないと思うんだよね。手紙が来ているようだな。武器のグレードアップが終了しました。取りに来てもらえればいつでも使えるようにしておきます。あと一つお願いがあります。そちらは武器の引き渡しの折にでもお話しさせていただければ。ロボット山兄弟の店より。うん、お願いね。いろいろ世話になってるし、話だけでも聞いてやろう。ロボット山に行くぞ。まあ、この後じゃあ、あのでっかいロボットと戦うわけか。あ、いらっしゃい。武器、仕上がっていますよ。ああ、ありがとう。その武器なら。なんだ？お二人にお願いがあります。お願い。兄さんの仇を撃ってください。ずいぶん物騒なことを思いついたな。思いつきなんかじゃない。俺が武器を作ってきたのはこのためなんです。あいつらを殺せる道具を作りたくてやってきたんです。金儲けのためなんかじゃない。あいつら。そうです。魔物と一緒にいる大きなロボットです。魔物とロボットが手を組んでおるだと？魔物がいるのか。はい。心は決まったか。ああ、やってやる。じゃあ行くか。まあもう場所は割れてるからな、あと倒すだけなんだけど、まあここでどんな追加のエピソードがあるのか。まあそれだね、本当に。よっしゃー、じゃあとりあえずあれだな、最新部までたどり着いたな。この穴の下が例のロボットのいる部屋らしいな。うん、よし、このまま降りるか。この穴からか。下がどうなっているかわからんぞ。迂回するのも面倒だ。行くぞ。よし、だな、お前ら。まあでもなんかもう悲しい結末ってのが分かってっからな。まあとりあえず話を聞いてみよう、じっくりと。懐かしいな、この動くシーン。ものすごいんだよねこれ。発見。ここからよ、ここから。これ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 。やべえよなこれ。
さて、あいつか。でかいぞ、気をつけろ。侵入者発見、発見、発見、排除する。ピーちゃん負けないで。魔物がいるぞって言ってんな。魔物が指示を出しておる。足を狙って倒しましょう。魔物を倒せ。ちょっとこれは会話聞き終わるまで排除する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 、この状態だな。あ、防衛、私の職務。よし、話は終わったみたいだな。なるほどね、裏でこんな会話をしていたのか。でも魔物の子供は戦いを止めようとしていたんだな。なんか魔物が操ってるぞみたいな感じで見てたけど、全然違ったんだな。ここもまずは話を聞き終わるまでは多分倒せないようにできてんだろうね。排除する、する。ピーちゃんがどんどん壊れていってしまうんだ。連携するのか。あ、いや、なんかゴリゴリ減ってくな。攻撃していいのかな。あ、攻撃届かねえわ。上から瓦礫が落ちてくるぞ。あ、これは避けて行けば。あ、ピーちゃん何するの。脱出、脱出、脱出、脱出。外、世界、見る見る見る。守る、戦う。ピーちゃん、これで会話は終わったのかな。あー、もう自滅しちゃってるわ。あー、このコマモノをやらないといけないのか。いやー、ちょっと心が痛むかな、これは。さすがにだが、やらねばならぬ。ああ、消えてしまった。約束、一生、ずっと一生。クレオ、寂しい。ピーちゃん、寂しい。怖いな。
前。こんな機会に兄さんは、母さんは、お前さえいなければ、お前さえいなければ、お前さえ。いいね、人間らしい、実に人間らしい。うわー、なるほど。その辺でもういいだろう。俺はやりましたよ。こいつがいなくなれば山に入りやすくなる。これからはいくらでも強い武器を作れますよ。任せてください。分かったから。憎悪と狂気では心は癒すことはできぬ。でもそうするしかないんだ。愚かな。そうだな。よし、とりあえず、まあ、無事に石の石片も手に入れたな。あー、やっぱやっぱ魔物側の視点というか、魔物の正体について何か新たな情報が見つかったかもしれない。一旦村に戻ろう。うん、オッケーオッケー、分かった。やっぱその魔物側の視点で話見てみると、魔物側の視点なのかな、なんかね、だいぶ変わってくるね、見方が。うん、まあ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 、次回とりあえず、そうだね、ロボット山は見て終わったから一旦村戻ってだな。うん、それにしても不思議ですね。魔物がどうして機械と一緒にいたのでしょうか。機械に指示を出し協力しておるようだった。何か考えがあったんでしょうか、あの魔物には。あの魔物は、魔物が何を考えていようと殺した方がいいに決まっている。そうだな、魔物が機械なんかを守ろうとするなんて馬鹿げた話だ。お前たちも気をつけろよ。うん、私も魔物に支配されると仲間でさえ襲ってしまうからな。違う、カイネはカイネだ、魔物じゃない。こやつの言う通りだ。下着女と魔物は違う。魔物は下品な言葉は使わないからな。ぶっ飛ばすぞ、クソ神。もし魔物に支配されても僕が止めます。そうか、ありがとう。いや、今ロボット山から出たら、こんな追加のお話があったので、はい、いやいや、よかったよかった、見逃さなくてよかったわ。うん、ということで、では本日の動画はこちらで終了です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。